こんばんは、どうもクトヒモです。現在54連勝です。54連勝ね。で、パーソナルベストが61連勝なので、もう一歩間違えれば、だから自己ベスト更新ってことですよね。55戦目やっていきます。緊張する。ポケモンコレクターの久尾さん、大台を送り出してきた。多分皆さんだったらここで10万ボルト打つと思うんですよ。俺も最初そうしてた。でも違うんです。ここで10万ボルトを打つと、ギリ耐えられて激流が発動して、ハイドロポンプで一撃でやられてっていうめんどくさい展開になるんで、あえて他の技でちょっと触れてダメージを与えてから10万ボルトを叩き込むんですよね。え？おと、先制の爪でしたか。10万ボルト打っときゃよかった。マジで嘘でしょ。あ、急所に当たった。食らったダメージが、あと一発耐えられますね、爪が発動されても。はい、10万ボルトを打っていく。よし、爪が発動しない。さっき冷凍パンチでちょっと触れたおかげで、この10万ボルトで倒すことが、で、え？なんでこんな硬いの？あれか。ちょっとやばいぞ。今、あえて激流発動してるだろ。やば。え？ちょっと待って、やばいぞ。え？道連れ？オッケー、俺の方がギリ早い。危ねえ。素早さが半分になってるから絶対やられたと思ったわ。大台老将と助かった。これ相当耐久に振ってますよね、相手ね。危ねえ、これやられて、先制取られて、ゲンがやられてたらもうやばかったわ。マジやばかったわ。おい。はい、メタグロス。先制の爪持ち怖すぎ。ただ2対2ですからね。うわ、ラグラージ。お前、俺が苦手なポケモンばっかりピンポイント狙ってくんなよ。ちょっと待って。もう俺、守られたらもうおしまいだよね、これは。先制の爪は持ってない。守るを相手が覚えてたら初手で使ってくる。守るを相手が覚えてたら初手で使ってくるから、こらえる。あ、でも影分身とか積まれたら話が変わってくんな。やはり初手で打つべきか。大爆発、よしよしよし。危ねえ、初手守るあるあるですからね。さあ、ラグラージ九州などでコッパみじんにしていく。頼む。残り11だよ。お互い。残り1匹リザードン、頼む。頼む、リザードン。タイプ相性がマジ大事だが。樹海、これがいけるのでは。待って、焦るな、焦るな。ここで焦っ、あ。大文字。あのね、岩石封じ覚えてることがあるんですよ。大文字で一撃でいける？頼む！早い！くっそ、相手の方が雷パンチが食らっていくが、おっと、大丈夫！当たれ！よし、OK！ 落とせたはず。あれ、もう発動してるし。よし！危ねえ！久尾さん、ありがとうございます。やぶねえ、この一戦危ねえ。道連れで一体、大爆発で一体、最後にもうお互い後がない中で 一撃で落とすっていう。はい、アロマのお姉さん、やすこさん、大切によろしくお願いします。56戦目
56様、ヤドランうざい。ヤドランうざいなー。これ、サイコ記念室で弦が落ちちゃうんで、サイコ記念室読みで、メタ殺しに変えたら前波乗り飛んできたんですよね。でも、ここでいきなり10万ボルト打つ勇気はないわ。サイコ記念室、OK。OK。クリアボディで特殊、追加効果の心配しなくていいのもいいですね。自信。頼む。あとね、ヤドランね、先生の爪を持ってることが多いんですよね。先生の爪、マジ注意。うっ！マジか。ここは待って、ここで波乗りを打ってくるのゲンガーで受けて、いや、グロースで地震で削って10万で持ってく、いや大爆発か、ちょっと嫌な流れですね。当てろよ、先生の爪発動すんなよ、大爆発、よし、オッケー。はい、OK。 2対2に持ち込むことに成功しました。銀河道連れを覚えてる銀河を先に出します。ちゃー、最高気ですね。これやられちゃうでしょうね。最高気ですってくるよね。10万ボルトで半分削って、いやー、道連れか、道連れ、またラスト1対1の流れかよ。サイコキネス、お互いラスト1匹ずつ。リザードン頼む、頼む相棒、頼む相棒、頼む。ユレイドル、やばっ。こいつイバナダレ岩石富士覚えてんじゃん。身代わり、ヤタピの実持ってるんですよ。だからモーク発動プラスヤタミの実で特攻が1段階上がって、相手を一撃で倒すしかない。本当に身代わり、おっとおっとおっと、相手がちょっとナメプしてますね。チャンス、大文字、大文字を当てていく。身代わりがこんなところで、おお、マジか。ミラーコート、ユレイドル覚えるのちょっと失念してましたわ。食べ残しで回復されて、身代わり。もう一度身代わり貼っていく。ちょっとわからない展開ですね。ミラーコート！アホですね。身代わり打つに決まってんだろ、おい。ちょっと待って、これ、独特とどっち打つべき？これ、毒毒打ってみる、ちょっと。毒毒！外すな！根を張る？ちょっとこれ、相手あれじゃない？岩技覚えてないんじゃないの？食べ残し根を張る。脅威の回復力ではありますが、毒毒！さあ、リザードンの身代わり毒毒！靴紐型リザードン。刺さってますね。ミラーコードで返せません。え、これさ、下
下手に大文字打たなくてもいいかもしんないねって思いません？大文字打つとミラコで帰ってきてまたねえ身代わり打たなくちゃいけないっていうので、相手がなんか砂嵐とか使ってきたら話が変わってきちゃうんで、ちょっとここはもう一回ドクドク打ってみたりして、さあミラーコートは効きません。長期戦になりそうな予感がしますけれども、相手は猛毒状態を治す術がない。さあ毒のダメージが入っていく。毒のダメージ毎ターン大きくなっていきます。さあ揺れてるミラーコートで返す技がない。身代わりを相手になすすべのないユレイドル。毒のダメージが毎ターン大きくなっていきます。さあどうする。え、相手の技さ、ミラーコート根を張る、なんだっけ、ミラーコート根を張る、毒毒いいですね。こういうのいいよな。もう対人戦でこれをやるとマジで気持ちいい。もう相手がなすすべもなくて、こうじわじわとやってて、なんかもう対戦相手の方がもうこうイライラしちゃう感じ。イライラっていうかもうあれだよね、もう満身創痍。うん、さあ食べ残し、毒のダメージが大きくなってくる。さあ頃合いだな、そろそろ焼いて食べよう。大文字が決まっていく。いやー、この身代わりも毒毒も視聴者様におすすめされて覚えさせた技なんですよ。ありがとうございます、本当に。いや、もうみんなで勝っていく。もう俺一人の力じゃないんで。もう視聴者様の期待を背負って、うん。みんなで連勝記録を伸ばしていくと。56連勝。ご視聴ありがとうございました。